鉄鉄こてつ鉄鉄こてつ鉄鉄こてつのこてつワールド。はい、こんにちは。はい、こんにちは。はい、本日は木下佳代子さんにお話を伺います。はい、木下さんこんにちは。はい、こんにちは。今日またこれ暑いね。暑いですね。小豆を植えるには。実はここはですね、春日町東中にあります小豆工房柳田さんへ今お邪魔したところですね、木下さんにお出会いしましたので、これはお話を伺わないかんということで、ね、オファーしたところ心よく引き受けていただきましてありがとうございます。はいはい、今日ね、初めてお出会いしたんですけど、木下佳代子さんは今日はどこから来はったんですか？はい、今日は加東市から来ました。あ、加東市は1時間ぐらい。加東市に今住んではるんですか？はい。あ、いつからですか？加東市は6年。6年ぐらいになるんですか？はいはい、そうですね、6年ぐらい。その前はどこに住んではったの？その前は小野。あ、まあ割と近場やでしたね。僕もっと遠いとこから海外から来はったんかなと思います。残念ながら1時間違いました。違いました。はい、今日は柳田さん、この小豆工房なんですけど、はい、何しに来られたんですか？今日は大事な種植えに、小豆の種植え。そうですね、今日ね、訪れたのが7月の16日の日曜日のね、今はね14時なんです。一番暑い時ですね。そうですね、こんな暑い時には植えとってないわね。朝からですか？朝ね、朝、はい。ああ、まあ涼しい時はないとね。そう、大勢やったから午前中で済みました。はい、今日ね、訪れますとね、約50人ぐらいですかね、助っ人の人がね。ごっついサバ読んどんな。はい、10人ぐらい、これぐらいいてたらね、小豆の粒も ね50分の1になりますから。一瞬で済みました。人数作戦でな、ですけどね。はい、はい、今日はほんなら、小豆植えは植えっていうか、植えっていうか、まあ種まきですよね。種まきね、種まきは何遍もされてるんですか？そうですね、佳代子さんはもうもともと小豆農家さん？いえいえ、もうただただ小豆ラバーで。あら、小豆が大好きすぎて今いるっていう感じです。あ、柳田さんの小豆が大好きで、まあ、食べるのが好きやから。そうです、ね。まあ、はい、それと柳田さんの、はい、お父さんとお母さん大好きで訪ねてきてます。会いたいということで。なるほど。ほんだ、まあね、種まきは年に一度しかございませんので、この機会を捉えて、まあ、お手伝いに来たよと、なんか恩着せがましく言いながら、はい、言いながら実は私が会いたい、はい、なるほど、というだけですね。あ、はい、でも今日ほんま天気が最高に良すぎましたね。そうですね、はい、みんな汗だらだら流して、はい、そうですね、梅雨でね、ちょっと先週あたり長いこと雨ばっかり降ってましたけど、今日は ねもうカラッと、はい、本当にこの真夏日和で、これ今午後2時、今から種まきしたら多分みんな倒れるでしょうね。ね、だから人数作戦で終わってよかったです。はい、ほんまですね、午前中に終わって、はい、みんなホッとしてました。今日は、これ柳田さんのところ面積的にはどれぐらいなんでしょうね。あ、わかりました、目が飛んでいってますので、まあ、かなり広い面積ですね。一気に植えられて、ここの小豆は、まあ、ここでしか取れないね、黒さやというね、さや、はい、の小豆になってまして、はい、私もね、豆じゃなかった、種もらって帰って巻いていらっしゃる、たりするんですけど、やっぱりここのは黒いです、さやがね、さやはね、はい、ね、中は赤いけど、はい、同じ丹波大納言の種買ってもやっぱりちょっと若干ちょっと違いますね。はい、やっぱりそういう意味では、ね、ここならではの ね、やっぱり美味しい小豆がね、はい、できておりますね。はい、ということは、はい、種まきに来られるということは、はい、この後成長していきますので、はい、段階を踏んで、はい、
そうですね。何回か来られるんですかね。そうですね。草を引いて、はい、と思ってますが、どこまで来れるかわからないですけど、収穫の時には来たいな。あ、まあまあそうですね。収穫、でも収穫の期間が長いからね。そうですね。1日で、ね、取れたらいいんですけど、ね、それをやっぱり、ね、下の方からだんだんね、ね、熟していきますので ね。でそれ草がこれ大変なのよ。草との戦いですからね。草も勢いがいいのよね。ねえ、ね、今目につくのはね、うん、今取りながら植えてたけど、はいはい、大変でございます ね。はい、本当大変な、まあね、百姓さんいたらそんなもんですかね。はい、大変だと思いますけど、あの、はい、木下佳代子さんは通称おっこさんなんですか。はい、おっこさん。おっこさん、ちっちゃい時からのあだ名です。ただの小さい時のあだ名がそのまま未だに、うん、そうですね、はい、未だに。あ、そうなんです。そうなんですね。で、木下佳代子さん、おっこさんは何をされたんですか。そうですね、私はとにかく豆が大好きで、お、そこからあの始まったんですけど、はい、柳田さんとの出会いも、小豆の、うん、はい、ま、料理をま仕事にはしているんですけど、はい、柳田さんのその豆を残していこう、伝えていこうっていう思いを新聞で、神戸新聞で見て、はい、それで、うん、あの柳田さんとはその料理の仕事でご一緒させていただいて、はい、一緒にこの地元のお野菜を使ったお料理をこの地域で、はい、あの広げていくとか、うん、手作りを伝えるとかいう会を奥様とさせていただいてたんです。 お仕事で。そうなんや。そうなんです。でそれで来たら、はい、私の憧れのお父さんがいらっしゃったんです。神戸新聞ずっと私はファイルしてたんですよ、はい、いつかこの人に会いたいって、そうしたら柳田さんがお家に連れてきてくださった時に奥様が、はい、あのお父さんがいる、あの小豆があるっていう、まあ、はい、まあ、そういうつながり、お手やわな。そうなんですよ。そう、それでもすっかり入り浸ってるっていう感じですね。そうなんやね。はい、そうなんです。まあまあ、まあ、お父さんみたいなお父さんやね。はい、そうですね。んみんなのお父さん。そうなんです。あきこさんとはお仕事 でお父様はファンって感じ。あ、いいですね。今日はファンという立場でね、ファンとしてはもう最高の、はい、ね、実物を見れたし、ね、あずきの、ね、実物を見れたし、種まきも、そう、元気なお父さんに会えて何より嬉しかったんですよ。はい、はい、料理の方は、うん、例えば、ラジオを聴きの皆さん、ちょっとなかなかイメージしにくいんですけど、どんな料理を、はいはい、例えば豆でしたら、うんうんうん、小豆といえば、まあ、この辺で言ったら、まあ、ぜんざいフェアとかやってるから、ぜんざいとか言ったらもう大体想像つきますわな、うんうんうん、そうですね、うん、はい、おはぎとか言ったらね、おはぎとか、はい、うん、どんな料理をしているかですね、はい、うん、ま、あの豆が好きすぎて、はい、小豆の炊き方をお伝えすることもあります。うん、豆の中でも小豆が大好きなので、はい、豆を土鍋でコトコト炊いて、ええ、それを、まあ、甘くするやり方もお伝えしたり、はい、甘くしないで小豆を食べるとか、うそういう、まあ、お料理に取り入れたり、ええ、そのままでも食用っていう、はい、この体を養う世界では、ええ、小豆と昆布をコトコトお塩、お醤油だけでね、ええ、あのお塩だけでまあ炊いていくっていうのが本当にあの、はい、体を治すっていうことで、うん、あの昔からされてるんですけど、あ、そういう、そうなんや、うん、そういうことも、はい、あのお伝えしたり、うーん、はい、ちょっとあのなんか私のイメージで言うと、小豆といえばおはぎとぜんざいといえば、ね、もう砂糖を入れて甘いイメージがあるんやけど、うんうん、塩味のぜんざいじゃない、そう、塩味のね、塩味の昆布と塩だけで炊いていくっていう、腎臓に似てるでしょ、小豆、ええ、はい、それを、うん、あの直していくって昔から言われてるんですよ、だからね、少しずつ毎日取っていくといいよっていう食用の世界では言われてたりしてね。あ、そうなんや。そうなんです。そういうような、まあ、ええ、体のためにどんな食べ方をしたらいいかとか、うん、まあ、はい、すごく詳しいわけではないんですけど、ええ、その料理教室の中でそういうこともちょっとずつお伝えできていったらいいなと思って、活動してます。あ、あの、まあ、小豆の場合は、まあ、で小豆って生で食べられないですよね。そう、小豆はね、
炊くか炊かないかね。あ、焼くって言ってもあるんですか。焼くの見たことないですね。焼くのがね、豆はね、やってみたけどね、うん、行っても大豆は行ったりしたら、うん、もうすぐに5分ぐらいいれば入り大豆になる、はい、だけど小豆はどんだけ行っても硬かったんですよ、うん、もう歯が折れそうなぐらい。あ、そうなんや。だからやっぱり小豆はね、はい、ことことお水を入れながら吸水して炊くしかなかったですね、今のところ。あ、ほんなら昔の人も多分備えして、うん、ね、お茶にするんやったらね、はい、行ってもしかしたらあの行ったものをねお茶にできたのかもしれないけれ ど、うん、食べるんは今のところことこと炊いていくしか知らないんです、うん、私。これせやけど小豆ってことことと言いながらあの、うん、ことことって3分ぐらいじゃ炊けないじゃないですか。そうですね、うんうん、30分ぐらいは一晩、最低30分はいるわね、うん、そうですね、はいはい、ものによっちゃそういうこと一晩炊くじゃないけども、一晩炊いたり置いたりして、うん、お湯につけておいて、うん、ことこと炊いていきます。はいはいはい。土鍋とかやとでもまあ、うん、30分ぐらいで火消してからも進んでいくのでね、美味しく炊けます。そうですよね、うんうん、結構手間かかる料理ですよね。今食べたい盛りで、うん、そうやね、ちょっとあの朝ごはんにね、それこそ行ってあの、うん、ふりかけにして食べられたらいいけど、そう、そうやね、いかんですね、ね、そう、うん、なるほど。その他にも、まあ、豆以外にも、うん、いろんな得意なレシピというか、そうやね、私が、まず師匠に出会ったんですけど、料理の、はい、それが岡山にある自然食の宿、うん、わらっていうところのお師匠さんに出会って、はい、その方はお野菜の重ね煮っていうのをお伝えされてて、重ね煮って重ね、これは聞いたことありますか。あのね、はい、私はね、食べたことも作ったこともあるんですけど。あるんですか。はい、でもラジオを聴く皆さんにはなかなかちょっと説明しづらいんで、これはやっぱりプロの料理人に説明していただきましょう。はい、重ね煮ですね。はい、重ね煮ね、今、はい、あのたくさんの方が今知ってされてると思うんですけど、はい、あのお鍋の中にお水をさえ入れないで、はい、お塩をして、うん、そしてお野菜をあの順番に下から順番に切ったものを重ねていくんですね、うん、はい、で一番上にもお塩をして、そしてありがとうございますの、あのお祈りをして、うん、で蓋をする。そしてあの塩でコトコト、塩じゃない、上にお塩とかお味噌とか、うん、はい、で弱火で最初から最後まで、うん、そうすると野菜の旨味を最大限に引き出す調理法と言われていて、はい、ほー、うん、でできたものをあの、そのままいただいても美味しいですけれど、うん、はい、それをもう野菜の旨味の元みたいにして、それを和え物にしたり、うん、あのカレーにしたりチャーハンの元にしたり、はい、味噌汁の具にしたり、いろんなものに展開ができていくという、そういう便利ですね、はい、便利な水入れんでもいいです。これはあのラジオ用ですからね、はい、ラジオ用トークになってるんですね、はい、であの重ね煮は結構ね秘伝があって、あれ、うん、重ねる順番とかあるじゃないですか。すごいご存知なところ、すごい、そうですね、順番が大事ですね、はい、下からは、はい、あの陰陽調和料理って言われていまして、食、はい、もうすべての中に宇宙に陰と陽があるって、うん、はい、その昔の食用されてた方が言われました、で陰性なものから下に、うん、陰性なものっていうのは、まあ、水分が多いもの、夏野菜とかこれから取れるようなものって水分が多いですよね、はい、地上から上にできて水分が多い、そういった特徴を持ったものが下に来る、はい、そして上には陽性と言われる、うん、あのぐっと引き締まった水分の少ないもの、はい、人参とかごぼうとか、うん、そういうあの下に行くエネルギーのあるものを上に重ねます、うん、おー、はい、そんな生えてるのとはまだ逆に入れるわけですね、うん、そういうことなんです、はい、火をつけると、はい、そのもともと本来持っている上に行く力、うん、下に行く力っていうのが、はい、あの引き出されるって言われてまして、ええ、お鍋の中がそのエネルギーがこう、はい、ぐっと混じり合って、うん、宇宙ができるという怪しいお料理と言われてます。すごいですね。もう大宇宙を鍋の中で再現しているというような素晴らしいですね。ね、はい、はい、本日は、はい、木下加代子さん、はい、おっこさんにね、はい、お話を伺っておりますね。ここでですね、リクエスト曲を聞いてるんですが、リクエストした木下さよさんの方からリクエスト曲をお聞きしておりますので、ご紹介していただいてよろしいですか。アイドルです。
この曲には何か思い出があるんですか？なんか、うん、マスゲームっていう、なんかうちの学校で運動会の前にダンスをするんですけど、うん、その時の曲を決めるときに出てきた曲が心に残った、うん、あ、この曲やったん？いや、あの違うのになったけど、それも出てきてたから。そうか。あ、な、候補として上がってきたね。これ押してたけど。あ、うん、で、その小学校でマスゲームは、え、何の時？その運動会の時？え、なんか運動会の時の準備体操みたいな感じでダンス踊る。はい、あ、準備体操で踊るの。うん、で、あの運動会今から始まりますラジオ体操の代わりにこれ踊るんですか？うん、色ごとに。はい。決める。あ、じゃあ今から曲かけますので踊っていただきましょうか。あ、でもこの曲がなかったんやね。失礼いたしました。じゃあお聴きください。曲ですね。さすが木下さよさん、選曲がいいですね。最高ね。お母さん良かったですね。良かったですね。さすが生まれて初めての娘ね。いいこと言うしね、しっかり答えてくれますよね。そうですね、初めてやね。 あ、初めてラジオ出たんですか？芸能界へのデビューの道がね、開かれましたね。じゃないんだよ、はい、スカウトが来るよ。どうする？ えらいこっちゃ。ということで、はい、木下かや子さんね、はい、おっこさんにね、今重ね着のね話聞いたんですけど、重ねにはあれ一遍作っといたらいろんなものにね使えるし、野菜を食べにくいとしか、まあ普段あんまり食べへん人にとっちゃこれ最高やね。ね、そうですね。ね、夏に重ねにしたのが冷蔵庫にあったらもう、はい、うん、帰ってすぐ、はい、美味しいお野菜がいっぱい食べれて、はい、最高です。最高ですね。重ねにもめちゃええんですけど、その他にもこの夏場やったらなんかこう、これはおすすめっていうようなメニュー、ちょっと、はい、ちょっとだけじゃないです そうやね、たくさん教えてください。すす甘酒アイスね、夏。何ですか？甘酒を、うん、あのアイスにすると、はい、カチカチにならないから、あの、はい、アイスクリームの代わりに罪悪感のないアイスクリームっていうんですか。ほー、うん、もう買ってきて大変なら、はい、もうパックのまま冷凍庫に入れておくと、うん、もうカチカチにならないから、うん、そのまんま食べれるんですけど、うん、はい、それに好きなきな粉をかけたり、まあフルーツと一緒に食べたりすると、はい、あ、そうなんや。体にいいアイスクリーム。甘酒をそのアイスするっていうアイディアは僕をちょっと思いつきませんでしたけど、さすが研究の末に編み出した技ですか。そうですね。でも最近よく出てる出てる、それそういう本も出てるぐらいなんですけど。ほんまですか。でももしお手間ができる、取れるんだったら、豆乳と甘酒と初めから好きなフルーツとか、はい、混ぜておいて冷凍しとくと、はい、もう美味しいアイスクリームが、きな粉と混ぜとくとか、ごまと混ぜとくとかしとくと、はい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 、もうそのごまアイスとか、うん、そしたら体にね負担もなくて、砂糖取ったったとかって罪悪感もない、ね、ほんまや。アイスクリームってほとんど砂糖ですからね。そうなんですよ。だからそういう心配してはる人とかには、うんうん、そうなんです。甘酒を冷凍してみてください。ね、カチコチにならないのがね、だから好きなだけその取って食べれるし、はい、うん、はい、パックからね。そうなんです。ご自宅でもされてるんですか？うん、してます。甘酒のアイス食べましたか？放心状態になってますが、なんか美味しさかったことを思い出してるような嬉しそうなね、笑みが浮かんでますね。はい。そうですね、はい、ぜひぜひ。これ夏向きに確かにこれ、ね、良いアイデアです ね、うんうん、ね、ぜひぜひ、はいはい、で夏って割とこの暑さのせいか食欲減退しますよね。そうですね。そういった時には何かこれ、ね、急にインタビューして思いつきますか？うん、はい、そんな、まあ無理やり食べなくてもいいのかなっていうのが私最高ですね。それは無理やり食べたくないときは食べない。そうですね。そう、
多分食べたくないと体が言ってるから無理、そう体力使っちゃうでしょ、うん、私の師匠はそのさっき伝えした船越先生は断食の指導者でもあるんですよ。あいやだから食べることの師匠でもあり、はい、食べないことの師匠、食べないことの、そうなんですよ。へえ、たくさんの方を患者さん見られてきて、やっぱ断食っていうのが一番、はい、一番早く治りやすい。例えば、まあね、大きながんとか、胃腸が弱ってる時は負担をかけないという意味では、うん、そうですね、もうがんとか、うん、まあ、アトピーであるとか、そういう重たい病気であっても、あそれも 腸を休めて、はい、顔体の中の臓器を一旦リセットしてあげる、はい、そして、まあ、宿便を出して、うん、本来の機能を取り戻してあげる、はあ、それが一番、まずそれをした上で食用するとより効果がいい。なので、うん、食べれないなって時は、あ、断食できてて体喜んでるなって、うん、で、まあ、冷たいもので胃腸を冷やしたら、はい、余計弱っていくのでね、うん、まあ、断食した上で、まあ、なるべく常温の、はい、お茶とか飲んだ方がいいかもしれんけど、ね、はい、お茶とか、まあね、重ねにやね、やっぱりねせやねすごい、されたことがあるの聞きたいですけど、私逆にそうです、ね、どうやって、はい、知り合って、僕はね、あそこってよくわかるね、三神五感さん、はい、そうか、はい、はい、作る講習会にも、あ、そうなんですね、小鉄さん実は、はい、うん、すごい、はい、料理人でいらっしゃるんや、はい、いやいや、それ一回だけですけど作ったん、はい、実習で作ったきりですけどね、でも美味しさは知ってるという、そうですね、はい、そうなんや、それ以来今話聞くまでね、うんうん、すっかり忘れてましたいや、そんなもんでいい、はい、そんなもんでいいと思います。私、またいつかね、好き嫌いがないんで、何でも腹いっぱい食べるタイプなんですよそれで健康、やっぱ笑ってるのが一番健康やと思います。そうですね、うん、気持ち、はい、はい、いや本当にね、うん、だんだん食べたかどうかも忘れてきた感じでいいご機嫌ですね健康そのものですねありがとうございます、はい、素敵ですはい、はい、ね、はい、今日ね、たくさん、ね、はい、種まきに来られた方がね、はい、ぼじぼじ、ね、帰ってらっしゃいますがね、はい、今日はこの後のご予定はもうあるんですか？この後の、いや、もう帰るだけですね、はい、明日の村の子供会に向けてそうめん流しの準備を今から帰ってあします村の子供会で地元の、そうですね、加藤市の村、森、森の中で役員なんです、子ども会の。そうめん流ししてん、そうなんです、それとかき氷と。何人分ほどそうめん？11。あ、結構でかい鍋でやらなあかんね、そうなるとね、そうめんね、うん、はい、ちょっと夏の思い出を作ってあげようと思って。いいですね、うん、で、竹が割ったりしてなあかんの？竹は、そうですね、昨日のうちに準備をしました。竹割ってきました。ほんまですか？はい、竹割ってきたね、足元足を。で、竹の中がずっと流すとね、そうめん流し美味しいですよね。ねあれ普段ね、お皿に入れて食べても何本も食べられへんけど、流れてくるんやったらね、何本でも食べるやろ。分からへんやん、俺何本食べたか分からへんからな、ね、何本でも食べるよ。確かにね、うん、美味しいんやな、うん、あれみんなと取り合いこするのがええねん、あれ。そうやな、上の人が言う。そうやな、上の人はな、なんぼでも食べられへんから、もう飽きたらすぐ下へ流れてくるから大丈夫で、もうええわって。たまにね、プチトマトとか流すね。そうやね、プチトマト買って帰ります、うん、今からな、はい、きゅうりと、うんうん、お買い物して帰ります。そう、やった、明日これまた楽しみやな、そうやだ。明日何時からですか、子供会の？8時半。朝から、8時半から準備で9時やな。準備で、はい、9時からそうめん流しするの、うん、ちょっと早いな。そうなんか前箸と前器も作って。なるほど、竹細工で作って、一生の思い出ですね。そうなんです、全部もうめんどくさいことを全部やろうっていう感じですね、うん、はい、その原点を知ってもらう子ども会の会にしたい、はい、何でもお手軽にね、いいですね。そうなんです。それ竹で作ったら、今度ね、竹で作れるってことが分かったら何にでも応用できるんですよ、お箸なんてね、うんうん、これボールペンでも、これ
食べれるか、2本あったら食べられますからね。そうですね、はい、それが生きる力ですよね、ええ、はい、うんうん、まあ手があったら大丈夫ですけどね。手でつまんだよ、ペンで食べるぐらいなら、手でつまんだら一番美味しいですけどね、うん、でこう舐めといてね、うん、つまんでこうしてね、美味しいよ。それがねできなくなっちゃうのが悲しいなと思って、うんうんうん、そうですね、そうだから、はい、で一遍作っといたらそのねお箸とねそのお皿もずっと使えますよ。どれぐらい使えるか一遍試してみてください、ね、はい、そうですね、いつまで綺麗か。そうそうそう、気がついたらね、カビがあっていう ね、 それも体験、ね、全部味わってほしい、うん、そうですね、なという、はい、思いでやってこようと思います、はい、自然の中でどうなるかっていうのがね、そうですね、勉強するんです、うん、いい勉強の子供会ですね。、はい、この企画はおこちゃんですか。そうですね、やるな、もうめんどくさいことをしてもらおうという回ですね。本当にね楽しみですね。はいね、もういっぱい時間のある子供にはね、うん、はい、いっぱい時間かけて自分の使うものを作ってもらおうと思います。はい、はい、ありがとうございます。今日は春日町東中にございます、はい、あずき工房柳田へねお邪魔したところ、木下佳代子さんね、おっこさんに出会いましたので、はい、いろんなね夏向きのレシピ聞きましたね。ありがとうございます。ぜひラジオお聞きの皆さんもお試しください。はい、これは特許料ないしでいいですか。もうみんなし、はい、あの、はい、はい、発表されてますね。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。